はい、皆さん、毎度毎度。はい、床屋さんのね、夢工房先生のね、コメント返しだね。定量金点は、施術の時短でのひげの蒸し方に難があり、痛く感じることが多くなるかもしれません。蒸してる時間ってどのぐらいなんだろうね。だからその蒸してる時間に次のお客さんカットするってわけいかないの。だけど、椅子の数が限られるからな。あ、椅子に余裕があれば、次の方をカットしてる間、蒸しておくっつうの。その方がね、次のお客様だってすぐ触ってくれるっつうの？中途半端だけど。だけど、床屋さんの場合、ひげ剃りしてから頭洗うの。頭洗ってからスタイリングしたり、ちょっとやっぱ、時間がかかるか。パーマ屋の場合はね、カットすればパッと終わって、パッと帰ってくるか、みんなね。意外と簡単な場合が多いんだよ。次の、まあ、定量金店のお店で、次のお客様がひげ剃りなしだったら、先にカットやってる間に蒸しとグッとのができるけど、そうはうまくいかないしね。あと、椅子も高いよね、床屋さんはね。パーマ屋の椅子なんか、床屋さんの椅子に比べたら10分の1ぐらいの値段じゃねえの？肌に対する歯の当たりが重いのは論外です。シェーピングやめた方がいいです。厳しいね。だこういうのもさ、数字で、出すといいよね。歯は地肌に対して何グラムの力で押し付けるのかね。で、何グラムの力で押すのかね。だそういうのを数字でやらないとね、もうただ単に見ただけでやるとさ、力加減ってのは結局わからないわけだからね。だパーマ巻くのもね、実際テンションってのは200グラム以下なんだよね。100数十グラム。でもね、お客様の頭ってクラ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 ね、引っ張るたんび動くんだよと、結構テンション入れてるように見えるかもしれないけど、お客様がね、こういうお客様の場合はね、首に力がないんだよね。だからちょっと引っ張っただけで首がクラ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 動いてきちゃうんだよね。だから、いかにもテンションかかってるように見えるけど、実際はね、いかにテンションをかけないで巻くかってことなんだよね。百何十グラムかぐらいかの力でね。力入れれば入れるほど巻けないからね。これはもう昔から言ってるね。ワンパターンのネタだけどね。歯はね、何グラムの、圧力で肌に押し付けてるかね。結構2グラムとか5グラムだったりするかもしんないね。触る程度だったりね。で、ひげ剃りっていうのは何年ぐらいやると本当にうまくなんだろうね。10年やんなかったらうまくならないっていうの？やっぱり経験10年必要だよっていう、そういう世界だったらね、床屋さんのね、先生がね、2、3年現場でやった程度の素人レベルだよね。それが、床屋さんの生徒たちに教えてるとなったら、これは怖いよね。何を教えてんだろうってなっちゃうよね。形だけ教えてるっつうの？実践的なところから出てきたものを教えてないっていうのかね。美容業もね、10年やって、20年やって、30年やって、やっとベテランになる。だから今思うと10年程度やった人がさ、何を教えられるのってことになるよね。はい、お疲れ様でした。やったことある？シュークリーム？ない。ないでうす。ちもない。こんなもん作れると思ってねえし。ちょっと挑戦。お兄さんがシュークリームでもやるかっていうから。あ、絶対だって、やるのだってこれしかないんだもん。なんだっけ、鍋に水バター、サラダ油。サラダ油ってどれ？これ？これいいんですか？なんでこれで、これ、あ、これダメなのか。ああ、それなんだ。これでいいかなと思って。水バター、サラダ油。水125だったよね。